シリーズ編ジェントルメン、皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber 兼バーチャルパフォーマーの三田正久丸です。球体の鏡の中に入るとどんな風に映るのかの有名な江戸川乱歩も球体の鏡をテーマにした小説鏡地獄を書いています。みんな興味はあるけれど、実際に現実で球体の鏡を用意するのは難しい。でも僕ならできる、バーチャル YouTuber だからね。というわけで今回はいろんな形の鏡を用意して実際に中に入ってみたときどんな風に映るのか見ていきたいなと思います。鏡地獄で球体の鏡の中に入った男は狂い死んじゃうんですけれど、まあ多分大丈夫でしょう。それでは早速やっていきましょう。というわけでみんな大好きブレンダーにいろんな形の鏡と僕を用意しました。今回は僕と同じ視点でいろんな形の鏡の中に入っていってもらおうと思います。今回は、まあ、いろんな物体で鏡にキューッと近づいて内部に入って、その後ゆっくりと真ん中まで移動で上下に揺れてみたりで前後に揺れてみたりで、その後また中央に戻ってくるーっと回りて戻ってくるっていうルートでどんな風に見えるのかっていうのを一緒に見ていきたいなと思います。というわけでまずは小手調べも兼ねて鏡で作った立方体の中に入っていきたいと思います。行くぜ。顔がいい。めっちゃゾロゾロいるんですけど、個人的にはこの一個飛ばしごとに現れる動いてないように見える子たちがアイソレーションされてる感じが好きですね。当たり前なんですけど鏡なんで一個飛ばしごとに同じ動きするから相対的に動きがキャンセルされてて動かないように見えるのがいいですよね。でここの最後の突っ込んでくところの合体する感じもめっちゃいいなって思います。というわけで次は円柱を用意しました。どうなるんだろう、早速見ていきましょう。これすごい面白いな。手前だから上下反転、左右反転で真ん中に行くと正方向というか左右反転との入れ替わりだからなんかすごいグロい画像になって、奥に行くとただの左右反転で、手前に行くと上下反転、左右反転で真ん中でくるーっと一周してで最後は真ん中から突っ込むからただの左右反転に見えるってことですね。おもろおもろ。というわけで最後は大本命の9になります。なんかものすごいガンツ感があるよね。早速見ていきましょう。めっちゃ楽しみだな。顔がいい。グロい。これは浅いけすぎるな。あ、でもちょっと円柱見てたから流れが起きやすいな。周りの像のグロさがかなり違うんですけれど、真ん中の像は結構似てて、これはやっぱ左右反転で、ここは上下反転、左右反転で、その代わり周りの像がかなりサイケデリックになってて、これは気が狂うかもしれない。顔がいい。
で入った瞬間のこのね周りの像のグネグネっぷり素晴らしいね。でそっから真ん中に突っ込んでいく時のこの像の変形の感じもいい。で上下に触れた時はもうマジで最高なんですけれど、でここのね真ん中を境にグネグネ行った時のこの頭のおかしくなった映像感やばい。で一番いいのはこの外に向かう時の周りの像のグネン感ね。で最後の自分の像に突っ込む瞬間マジでかっこいいな。これめちゃめちゃ面白い、めちゃめちゃ面白い。テンション上がってるオタクだテンション上がってるオタクだ。否定できないというか、まあ、実際そうなんだけどさ、この真ん中境に上下に行くところもかなり最高でいいけれど、これは中央をずらした方が綺麗だったかもしれない。でこの真ん中境に前後するやつはマジで最軽映像で、こっから最後の真ん中から外側に向かう瞬間、ここ最高ここ最高。というわけで今回はいろんな鏡の中に入ってみたわけなんですけれど、これ VR で見てみたいよね。めちゃくちゃ楽しかった。まあでも現実問題としてね、この30秒ぐらいの動画を1個出力するのに6時間ぐらいかかっているので、リアルタイムでやるのはかなり厳しいような気がする。多分カクカクしちゃうからね。まあでも実際にねリアルとか VR で見てみたいよね。特に円柱型はリアルでも実現できる可能性がある割に結構面白い結果だったような気がするな。特に中央付近行ったり来たりしてみたいですよね。で結論なんですけど、球場の鏡の中に入っても気は狂わないけど、なんか狂気乱舞しちゃいますねオタクはすぐ狂気乱舞するぐらい楽しいってことが分かりました。あとね、顔が良くなかったら即死だっためちゃめちゃ自分の顔を見ることになるからね。顔が良くなかったら即死だった。僕の顔の良さに皆さん救われたところがありますよね以上、三田作丸でした。またいろいろやっていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。またねー。